Moshi. Moshi. お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗。ここのお主、もし
物なんて下郎ども、おいお主確か忍びよな。であればお堂の忍びよのやつらを頭蓋を叩き割ってたの。おう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。おう、
兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。ああ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうか。承知。
お主、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしや、お主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷が、こうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。お主、肝心な時に申す。あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、どっかの崖、きっとな、あっしなら